今回はもっちりフレンズを開封していきます発売元はディアゴスティーニぷにぷにと柔らかい衣装の着せ替えができるよ中にはフレンズ1個と着ぐるみ1個のセットが入ってます種類は全12種類金銀のレアを見つけようブックレット付き後ろには12種類のラインナップが載っていますそれでは開けます出しますで今回中に入っていたフレンズはこちらブックレットを見てみると名前はラリーということでした 中にはラリーの情報と切り取りり取遊びがができるペーージがありますで中にはラリーの物語も書かれてありますで中にもう一つ袋が入っていてこちらを開けて中を出してみると着せ替えが入っています今回はキツネが出てきましたラリーにちょっと着せ替えしてみますこんな感じで今回は一つだけじゃなくてもう一つ買ってきましたこちらも開けていきますで出します で、今回出たフレンズはこちらになりますでフレンズ触ってみるとシャリシャリ音が鳴ります触り心地がとっても気持ちいいですで今回出たフレンズはデニスになりますで中を開けてみるとデニスの情報と切り取り遊びができるページがありますでフレンズ一覧でデニスを探してみると金のところにデニスと書かれてありますで近くで見ると金デニスでチェックマークが入っています これはデニスくんやりました。金色引いちゃいました。これは嬉しい。で、次のページにはデニスくんのことが書かれてあって、最後にはプレゼントキャンペーンも書かれてあります。機会があれば応募してみてください。で、中にはもう一つ袋が入っているので、開けていきたいと思います。で、失敗しちゃいました。ちょっとカッターで切りたいと思います。それでは出します。今回入っていたのは、こちらはライオンになります。金色のライオンが出ました。 それではデニスくんに着せていっちゃいます。金色同士で結構かっこいいです。で、ここでちょっとラリーくんとデニスくん着せ替えを逆にしてみたいと思います。デニスくんはこんな感じ。結構似合っています。ラリーくんはライオンを着せてみると、こんな感じ。ちょっとラリーくんは金色が買っちゃってる感じがしちゃいます。で、着せ替えの素材は柔らかい素材になっています。 ということで今回はもっちりフレンズをご紹介しましたフレンズも衣装もプニプニしていてとっても触り心地良かったです気になった方はお試しください